にちは。梅をいっぱい見つけたら、なんかいろいろ作りたくなって、いろいろやってます。それで、ずっとほっといたらこういうふうに熟しちゃって、オレンジ色になってるんですね。で、ちょっとぶつかったところとかが傷ついてたり、割れてきてたりとかすると、どうしよう梅酒にはとか思うと思うんですけど、もう汚いなと思ったらこうやってナイフで切り取ってジャムとか梅ジュースとかいろんなものに使いますので、無駄なく使いましょう。それで、すぐ作りたくない人はあんまり傷まないうちにもう冷凍庫に入れて作りたい時に作ってみてもいいんですよ。では早速作ります。これは1キロほどの梅です。で、傷ついてるところとかこうやってもう切っちゃってます。気になる人はね。で、汚れてるのも気になるとか、そういうのも全部切っちゃえば意外と中綺麗なんです。腐ってるわけではなくて、ぶつかっちゃったから色が変わってるっていうような感じなので、トマトとかバナナでも起こるでしょ。そんな感じ。はい。で、全部入れたらお砂糖入れます。結構いっぱいお砂糖入れるんですよ。だからあんまり食べ過ぎると太っちゃうかもしれないので、ほどほどに。以上、これで蓋を閉めて、はい、スイッチオン。今たまたまこれ煮込みっていうボタンがあるので煮込みボタンでやってます。で、煮込みボタンとかなくって、例えば、ガスでやるとか普通の IH でやるとか、そういう時は弱火からスタートしてゆっくり煮ていくんですけれども、途中で吹きこぼれる場合があるので、あまりお鍋から離れないで時々見てあげてください。で、すっごい沸騰してるようだったらもっともっと小さいホタル火ぐらいにする方が安全です。はい、煮えました。これでもう出来上がり。もうトロトロでしょ。で、この汁がもうお水でね、ちょっと氷水で薄めてジュースにして召し上がってみて、すっごい美味しいから。それでジュースとして召し上がるのが飽きちゃったなと思ったら、もうちょっと煮て今度はジャムにしていくの。2回美味しいやり方です。ぜひ作ってみてください。大きいお鍋でやらないと吹きこぼれちゃうから気をつけてね。はい。今日もご覧いただきありがとうございました。ぜひ、梅のエキスを楽しんでみてください。参考になったかしら？また、よろしくお願いします。バイバーイ。